夢幻のごとくなる。時は戦国時代。今一人のヒーローが熱き思いを胸に秘め、群雄ひしめく戦国乱世一つにすべくここに立つ。ヒーローよ、見事天下を制し、その比類なき足跡を歴史に刻み込め、天下統一への道。この世にはびこる悪名、正義の名において貴殿を尊重する。私は手伝いする。あの終わりの戦たちを戦闘だ。浅井長政は城にいるぞ。砦を占拠し、大を誘い出すのだ。信長様、みんなが見てますよ。たわけめが進め、悪の軍団を滅ぼすのだ。砦を攻めるか、浄化される運命とも知らず。落ちたぞ。まずは一つ、残る砦は三つでござる。わかりました。砦か、恐れていたことだ。拙者、戦は城次第でござる。数える間に
私は諦めねえぞ。最後まで。悪の軍団に なんて強さだ。味方があんなに。正義が破れ去ろうなど。仲正様が怒ってる。一、どうしたら。私たちは勝つのだ。信長様、ランナルがお供します。働け。私を侮辱する気か。許さぬ。やめて、仲正様を怒らせないで。落ちたぞ。取った。二つ目取ったり。この調子で残り二つを。あった。落ちた。貴様ら、それでも断りの戦か。我らが聖なる主のために。天下は信長様のために。貴様の正義を試されているぞ。ご覧あれ。拙者、虎の威を狩る狐の気分でござる。落ちたぞ。三つ目を打つり。残すところはあと一つ。うるさい。無駄口を叩くな。一、ごめんなさい。
そうだぞ。泣くな。正義の天水食らうがよい。来い。せっかくだから俺は逃げるぜ。我々とは格が違いすぎる。その魔王よ、破れるぞ。全てはあっては何しろ。たわけが悪がなだれ込んでくる。断りの戦たちよ、守りを固めろ。刺されてしまう。ゴミみて。炎の槍1、氷の槍2、地の槍3、風の槍4、闇の槍5、戦国最強連隊五本槍。その砦も落とそうというのか。4、1、2、戦術、2に連携、3、島五本槍。わけが一に平和、二に天下、三しもあって五本槍。砦完全占領成功、お見事なり。ああ、鬼だ、鬼がいる。これ以上は我々は切らせる。仲政様、いつも一緒に行っていい。勝手にしろ。さっさと来い。なぜ私の思いが伝わらないのだ。皆の者、刮目すべし。一、お手伝いします。無言即殺、悪と無駄口削除なり。この浅井長政、容赦せぬ。兄さんの真打ち、兄さんに会いに来たよ。
剣族我が瀬名にあり、我が飛躍は賊の負債よ。ご帰還である。我らお待ちしておりました。下船の者どもがアホずらさせて気をつかぞよ。マロの影武者おいでませ。おじゃ、これでマロがどこに隠れたかわかるまいぞ。マガが多数、なんと名誉な光景だ。これが真実の桶狭間王者。おじゃ退散。逃げ足だけは吉本様に瓜二つ。諦めねえぞ。最後まで。
まんまと騙されたな。拙者は見せ物だ。今川はどこだ。区別が使う。こんなことなら家で畑で耕しておけばよ。おじゃ、それは偽マロじゃ。見分けがつかむおじゃ。まんまと偽物をつかまされておるの。ちょこまかと動きおって。ようここまで参った。苦しゅうない。マロこそが今川義元でおじゃるよ。にゃっ、苦しゅうないぞよ。剣族我が瀬名にあり。我が飛躍は族の負債よ。危険である。我らお待ちしておりました。ピサーリー。
敵は拙者が撃つ。みんな力を合わせるんだ。黄泉の国にて待っておるぞ。かかってくるなよ。
ままでは拉致が開かん。それがし、枕を並べて口をかく。あの子にもう一度会えなかった。この城から出れるかの。往生ピュア、Thank you.
ぞ。この北条氏政、誰にも渡しはせんぞ。せや、お守りくだされ、ご先祖様。果てん、ご先祖様が目に入るのか。ご先祖様がたが勢ぞろいじゃ。百鬼眷属我が瀬名によりわれが開くは賊の不快よ。ご機関である。我らお待ちしておりました。ビビるんじゃねえ、わしらが圧倒的よ。徳川軍来襲、その数200。はっ、武市よ、少しは成長したか。無駄だ、おめえに帰り道やねえ。もう強いのだ。おめえ、いつもどうできる。
けが。まさに魔王、私は震えている。いずれや開かん名誉の魔王。慌てるな、お前を破壊、地球を狙うのたりとも、その前を走らせぬ勢いでさ。天の驚きを恐れに足らず。敵もやりよるわ。なんて強さだ、味方があんなに。200の兵は石膏だったというのか。今までのが本体と思ったが、10万人、これぞ徳川家康だ。調子に乗るな、マウン。
間迷宮の無限我が眼中の死にとわけが この思い、ここで終わらせる気はねえ。出るぞ、忠勝、ダメ押ししてやれ。さあ、この世に平和を作る。おめえら、何か一人相手に何やった。こうなったら、わしの出番よ。家康様と忠勝様だ。これぞ徳川の必勝か。戦国最強よ。曇ったが竹千代、我々とは格が違いすぎる。まさに魔王よ。邪魔よ。どけどけ、信長様のお通りだ。いずれや開かん。忠勝のお嫁になったのさ。剣族我が瀬名にあり、我が開くは地獄の深いよ。フフフフ。
明智殿の謀反なり。迎えに来ましたよ、あなたを。おのれ来たか。是非もなし。上総介様、お願いです、お逃げください。乱丸は逃げねえぞ。お前を殺せ。光秀様、今日は一段と楽しそうだな。一刻一秒でも早くあなたを刻みたい。うすけが来るのろとも消えよ。うらぶ我らが光秀様には逆らえぬのだ。天の轟きを恐れぬ一体やつ。上総介様を守るのよ。なんて強さだ、味方があんなに。拙者も光秀様に化けは切られたくない。あなたを追うのは死ですよ。
まさに魔王、私は震えている。こんなところで終わりだなんて。いずれや開かんネイティーの信長様、ランマルがお供をします。働け。鬼だ、鬼がいる。ここか。あなたの苦しむ姿を眺めるしゅう。おし、こけーい、こけーい。笑いが止まりませんよ。光秀様には光秀様のお考えあってのこと。今日も覚めたの、騎士よ。人たりともその前を走らせぬ勢いですな。光秀さん、おお、しほかる。でも光秀さんに従うまで。お別れを言う暇もありませんでした。信長様をお守りするんだ。恐れるな。できぬいい芝居を決定されぬ希望です。あの土に水を想像すると楽しいですよ。俺たちにとっちゃ魔王より光秀様が怖いだろ。皆さん、そこに死神がおいでです。もう心を決めた。我ら人
力までおとなしくのだ。待ちきれない、私はもう。横たわるは味方ばかり、それも一挙。ああ、待っていましたよ。あなたに真っ赤な死に化粧を施すこの瞬間を。待てん。貴様の無念、もう待ちきれません、信長公。いらっしゃ、誰にも邪魔されずに宴を始めましょう。つけが踊らされよって。血の池地獄行きましょうか。百鬼眷属我が瀬名にあり、我が開くは地獄の深いよ。フフフフフ。ご帰還である。我らお待ちしておりました。長谷堂に敷かれた伊達軍の防衛戦、突破者殿は一人としてなしと聞きます。怖かったな、やはり目障りなり。見ろよ小四郎、大物が網にかかったぜ。そのようですね。どう料理してやります。お手並み拝見と行くか。なかなかの腕前じゃねえか。壁に突っ走ってやろうぜ。恩一つで調子に乗ってんじゃねえぜ。力づくってやつか。調子に乗ってると。小四郎、見せてみろよ。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。この時を待っていた。真剣勝負と行こうぜ。しつけが足りんの。この身はてめえが招いたか。覚悟してたろ。かかってこい。
わけが。こじろ、熱くなりすぎるな、クールに出ろ。上総介様に逆らったことを悔やみなさい。生クロなんかじゃこの俺は切れねえぞ。覚悟は本当にできてた。小次郎、うん、てめえの行く先は地獄じゃ済まねえ。長宗様は拙者が守る。何倍にして返してほしいんだ。すんません、手順を捨てられる。俺らの勝ちだが誰か分かってんのか。誰にガンつけてんだてめえ。すっげえ、信長さん。
やりましたね、信長様。ハハハハ、なるねが。ノーメをおそばに。当てになどしておらん。やばいぞ。そう、かしらでなきゃ勝てねえか。星になっちまえな。あいつ星になっちまった。さすがにマジになってきたぜ。俺たちの結束はなめんなよ。そろそろ俺の出番ってわけかい。俺ぞ蝶のように舞い、蜂のように刺す。おめえ期待してるぜ。了解、突っ込んでいきます。我が前に立つん、全て塵とかす。そったれ、上等だ。おいおい、これでしまいってわけじゃねえよな。奥州筆頭伊達政宗、押して参る。お祈りはもう済ませたかい。もう一つの目も切り取ってやる。俺の髪を取るにはまだ軽いんじゃないか。君は済ませろ。俺の心臓はここだぜ。トバキが。行き先は分かってるんだ。明日は。はい。百鬼眷属、我が瀬名にあり。我が飛落は賊の深いよ。殴り込み！
おめえが俺様に負けやがれ、うん、俺様は武蔵、山本武蔵、いずれやひらこの島は俺様印の島、負けねえぞバーガー、俺様手製の策を仕掛けてやったぞ、これでいてめっくらいやがれ、俺様印の罠を仕掛けてやったぞ、家を檻に閉じ込めてやら、たわけが、なんだよ今の、もう一回やらせろ、百鬼眷属我が瀬名にあり、我が飛落は地獄の深いよ、フフフフしておりました。我にあだなす愚かな猿が、うん、口よ、砲撃準備、発射まで今しばらくかかります、大砲を建造したか、小賢しいことを、秀吉に正面から歯向かおうとはね、君の無謀さには恐れ入るよ、しっかりやるんだ、僕もここで見ている、思わず投げやりな指示を出したくなるね、全面に戦え、来い、敵将が赤子のごとく、さすがは御大将、大丈夫だ、お付けついては相手の鬼の都合だよ、お任せくだされ、
敵を恐るのに足らず。あんな奴がいるなんて聞いてねえよ。我ら豊臣軍こそ最強の軍隊なり。上総介様に歯向かうからね。ぜひもありません。Thank you.
かも。待つのは嫌いなんだ。早く決めてくれないか。豊臣に従うか、それともここで朽ち果てるか。ここで倒れるのはもう、我自身最強無駄。いずや開かぬ我が軍は屋敷で止まるをせぬ。大丈夫、こっちは何ともないよ。勘弁、我はお前を信じておるぞ。無駄だよ。邪魔はさせないよ。君の前沈黙の半兵衛だ。命の鍵、君の負けだ。君たち油断は禁物だよ。信長様に逆らうなんて許さねえ。たわけが。なぜだ、こんなところで。すまない。お前の夢この執念のスペアをあれほど、我が軍の働き、まことあっぱれなり。いずや開かぬ明景の今日の最後。たわけが。Come on!
ち果てるがよい。我らが大将が活躍ぶり、おとりを聞け。覚悟を決めよ。突撃は無理。地獄の門。Hey!
戦ってこういうものよ。目標大阪城てー命中確認一気に城を落としてくだされ潰されたところで痛くも痒くもなしもう帰りてえよ我が見据える未来、貴様程度に見ることはできぬ。豊臣秀吉、我が力が時代を変える。器の違い、見せてくれよ。時代のあだ名よ。狂い咲きも今日までだ。バカさ知恵をつけろ己の弱さを直視できぬ者に我は負けぬ名前を我より友を奪ったその名を後悔させてくれるわ我が軍を取り引きで止まりはせぬたわけがこれも夢のまた夢良い夢であった百鬼眷属我が瀬名にあり我が開くは地獄の深いよフフフフフHey!
emotion, you win.